パイロットにはどうしたらなれますか？阿久津さん、この2週間ずっと思ってたんですけど、もうちょっとまともな企画ないんですか？そういえば、これから来ますよ。今度の担当者ってどんなやつ？女性だってさ、美人って話。何でも報道局で若くして懸賞付きの記者をやっていたとかね。やらせてみるか、ソライに。え？帝都テレビさんの窓口になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パイロットどうでしょう？パイロット、戦闘機のパイロットになるのってすごく難しいんです。だって戦闘機って人殺しのための機械ですよね。パイロットが人を殺すために戦闘機乗ってるって言うんですか？そんなことないです。興味あるんじゃないですか。パイロットだったんだ。何ですか？ドラマの撮影当日までソライさんに密着取材させていただきます。元気でやってるか？大将、もうスカイじゃありません。スカイがいいんですけど。スカイ、念願のブルー、楽しんで乗ってこい。はい。目が覚めたら病院のベッドの上で、目が覚めたら全部なくした。なんで俺なんだよ。他にも入れたよ。稲葉さん、うちの曲だけど放置してもいいよ。稲葉さん金曜の場合空いてませんか？もっとお近づきになれたら。稲葉さんと広報室の皆との懇親会をしたいんです。白井さん、はい、話す順番おかしくないですか？え？なんだよ、女の子一人の誘いないよね。いや、そういうことじゃ。仕事が恋人です。ソライさんはスカイだったんですよね。一番のライバルだったり、一番仲が良くて。どうぞ。不安ですか？どんな仕事でも真正面から向き合えば何か得ることができるんじゃないでしょうか。待って。